昭和のアイドル、石原裕次郎。彼の率いる石原軍団には、固い絆で結ばれた仲間たちがいた。1982年、軍団の一員である峰竜太がスキャンダルで世間を騒がせた。峰は謝罪会見を開き、事態の収束を図る。しかし、本当の試練は裕次郎や先輩たちへの謝罪だった。不安に駆られる峰に、裕次郎はにやりと笑っていった。これでお前もようやく俺たちの仲間に入れたな。過ちは過ちでも、それを包み込む大きな懐。不倫は決して許されるものではないが、この一言に峰は大きな救いを感じたという。石原軍団の絆の物語は、今も伝説として語り継がれている。